遊戯王マスターデュエル、前回の続きからプレイしていきましょう。さて、このレンタルの方のデッキで倒してみましょうか。あなたが高校です。他人のデッキでやんのなあ。でもさ、困るな、困るな。多分デッキは同じなんだけどな。厳しい気はするよな。フィールド魔法を使おう。フィールド魔法を奈落の落とし穴、セットエレメント、手札から他のモンスター2体を墓地に送って発動できる。このカードを手札から特殊召喚する。2体でしょう、モンスターでしょう、無理じゃない？え、出せなくない？え、出せんのこれ。デッキからモンスター1体を墓地へ送る。どうしよう。サンダーボルト取っときたい気持ちはあるよな。これ、いけんのこれ。他のモンスター2体を墓地に送ってでしょう。無理だよね。一旦耐えるか。一旦耐え、愚かな埋葬で、誰送る？とりあえずあれだよね。適当にエレメントセイバーを送っときゃいいよね。オーケー、とりあえず送っとこう。で、エレメントセイバーモンスターを手札に加える。あ、自分のターンのバトルフェイズをスキップする。あ、なるほどね。バトルフェイズできない代わりにエレメントセイバーモンスターを持ってこれるんだ。はあ、なるほど、そうか。そういうのもしてくるよね。さすがに、これは仕方ない。サンダーボルトでもう割っちゃうか。こいつ出すか。サンダーボルトで、あいつら2体を割る。で、エレメントセイバー。効果発動するため、手札を墓地に送る場合、代わりにデッキのエレメントセイバーモンスターを墓地。読んどきゃよかった。だから使えるって書いてあったのか。くっそ。そういうことか。今何枚だ？何枚あったら出るんだっけ、これ。あれ？こっちからじゃないのか。属性は揃えたい気持ちはあるんだけどな。まあいっか。手札からエレメントセイバーモンスターを1体墓地に送り、ビルドの表側表示モンスター1体を対象として発動。モンスターを裏側守備表示。いやー、これ。オッケー。あ、あ、そっか、こいつ、これ使ったからか。え、手札に加え、増援。いや、裏側守備。増援相手だと無理だろう。奈落の落としな。チェーンをしない。オーケー。よし。ドロー。エレメントセーバー、アイナ。とりあえず、召喚。なんか、特殊召喚系のやつ、無視しても全然もう勝てるよな。勝
かったわ。アダック、これが強すぎる。借り物デッキ強いな。俺が作るより強いんじゃない。コンプリート。この上のやつは全部終わってからにしよっか。この方がいい気がする。新しいやつ、異なる効果で破壊を導く、主演のデミスと破壊の女神ルインを降臨させよう。リバースオブザワールド。シナリオ読んでいこう。限定解除。破滅と終焉。てか、そういうテーマばっかりじゃない、なんか。もっと明るいテーマ読ませてくれよ。世界が滅びを迎えるとき、それを見届ける二つの存在があるという。一つ目は、世界を黄金の光で包み、世に幕を引く赤の存在。赤き衣をまとう、中性的な雰囲気を持つ女神。女性の方がなんか強くない？気のせいか。神ではあるが、神とはいない。それも当然だ。女神ルインが訪れた世界は破滅に向かうのだから。その神を崇拝し、信仰する知的生命そのものが消え去るのだから。二つ目は、世界を青き炎に包み、大地を打ち砕く黒の存在。黒き甲冑に身を包む、大柄で屈強な魔王。王ではあるが、神化はいない。それも当然だ。魔王デミスが現れた世界には終焉がもたらされるんだから。その王に仕え、敬う生命そのものが根こそぎ滅ぶのだから。どうしようもねえみたいな話。千ライフポイントを払って発動できる。手札から儀式モンスター一体を特殊召喚する。あ、マジで？あ、攻撃できない上に、エンドフェーズで破壊されんのか。何のために出すんだ、これ。え、なんで？なんで出すの？ネミス・ルインのデッキの特徴、基本戦術について学ぼう。え、何のために出すの、それ。どちらも儀式魔法、エンド・オブ・ザ・ワールドによって呼び出すことができる儀式モンスターです。ライフポイントを払うことで、自身以外のフィールドのカードを全て破壊するデミスと、戦闘で相手モンスターを破壊することで、さらなる攻撃が可能になるルイン。相手のフィールドの状況に応じたモンスターを儀式召喚することで、相手に大ダメージを与えます。はいはい。これか。あ、一緒なんだ、魔法の、儀式の魔法、ん？エンド・オブ・ザ・ワールドを発動し、破滅の女神ルインを儀式召喚しましょう。あ？何が違うのこれ。手札フィールド上からレベルの合計が儀式召喚するモンスターと同じようになるように。フィールドのモンスターをリリースか。ちょっと違うんだ。エンドオブザワールドとエンドレスオブザワールドなのか。ややこしいな。召喚。破滅の女神ルイン。破滅の女神ルインの儀式召喚に成功しました。破滅の女神ルインは戦闘で相手モンスターを破壊したときもう一度続けて攻撃することができます。はぁー。いくらと同じか。完全に軍艦で例えてしまってるけど。2000ダメ。相手のモンスターを戦闘で破壊しました。破滅の女神ルインの効果を発動させ、もう一度攻撃しましょう。はいはい。アタック。相手に大ダメージを与えました。ターンを終了しましょう。はい。おー、光の護風剣ね。相手の光の護風剣の効果によってこのままでは攻撃できません。エンドレス・オブ・ザ・ワールドを発動して終焉の王デミスを儀式召喚しましょう。はいはい。なるほどね。
魔法も全部割れるんだ。フィールドの他のカード全てだから、自分が押してる時には全然使えんカードだな。でもあれか、アーゼウスと同じ効果ってことか。これ自分のターンのみなのかな。相手のターンでもって書いてないもんな。終焉のデミスの儀式召喚に成功しました。2000ライフポイント払うことでね、破壊しましょう。はい、2000って結構でかいけどね。終焉のデミスで相手のプレイヤーを攻撃しましょう。はい、あ、デミスの方があれなんだ、ちょっと高いんだ攻撃。アタック、ビクトリー。相手のライフポイントをゼロにしました。オッケー。じゃあマイデッキでお寿司で行く。いろいろデッキ作ってて、ってか普通に友達と遊ぶ用なんだけど、作ってるんでちょっとこれで遊ぼうかな。そんな強くないんだけど、多分寿司だと爆速で終わるんで、どうしようか。巨大ネズミって俺なんで入れてんだ。ん？俺巨大ネズミなんで入れてんだ。何持ってくるようだこれ。あ、俺これあれだ、融合とか入れてる時に使ってたやつだ。いらねえ巨大ネズミ。追い風セット、ソニックバード召喚、儀式魔法を持ってくるんじゃけど、まずこれだな。これ持ってきて、で、効果発動。はい。で、読召喚。で、儀式モンスターが欲しいんで、こいつを持ってくる。どうしようかな。ブラウスでいっか。で、効果発動。OK。はい。OK。相手の効果、効かないんで、デミスの効果入んねえんじゃねえかな、とは思うんだけど、相手の効果では破壊されない。相手にとってはすごい嫌な戦術をとっているんじゃなかろうか。ああ、黒き森のウィッチか。はーん、ウィッチか。何持ってくる気なんだ。ウェックストーン。どうしよう。でも、どっちかがないとなぁ。巨大ネズミ出しとくか。バトル。ソニックバトルでアタック。何持ってくるんだ。ウィッチからウィッチ。アタック。ダイレクトアタックへ。アタック。うまくいけば次のターンで終わるな。ターンエンド。さて、何が来る？もうこいつ、何もできんのじゃ？できんのじゃ？できんのではないか？だろう、迷い風。バトル。これは相手の事故のせいで勝ってるようなもんなのでは？大事故だろこれ。アタック。終わり。弱い。めちゃくちゃ弱かったな。クリア。じゃあもう一個の方でやるか。先行をすぐに渡してくんの嫌だな。
知らんデッキ。こんなんだから事故るんだよ、おめえのデッキよ。あ、儀式。墓地からか。デッキから。あ、違うか。儀式モンスターは墓地から。だから、デミちゃん持ってくるか。とりあえずまずウィッチ。いやー、攻撃。攻撃でいいか。ローズでセット。オッケー、持ってこよう。どっちにしようかなーって感じだけど。手札フィールド上からでいいか。オッケー、これでいこう。手札に加えるのが、どっち出す？デミちゃん出そうか。デミちゃん。エンドオブザワールド。デミス。召喚。終焉のデミス。オッケー。こっち、いや、出さないよな。リンクモンスター、ここで出さないよな。エンド。相手が何をしてくるかなんだよな。何をしてくるかなんだけど。ああ、なるほどな。千獣万獣を持ってくる用の、あれか、ウィッチか。ルイン。デミスか。出すのはデミスか。やばいぞ、これ、うまい、マジか。うまい、マジかよ。どすっぺな。いや、いけるか。いけるな。いけるな。オッケー。ちょっと待って、万事持ってこい。いける。痛い。いける。ちゃんと召喚してるんで。ハーピー。あ、いいね。ハーピーで、効果発動。何使ってくるかわからんから、とりあえず処理だけしとこう。なんだ。土球部隊。破壊するか、危ねえ。まあ、フィールドのモンスター一体リリースとかしてこないんだろうけど、ちゃんと正規召喚してるんで、デミス、戻れ。で、俺は、使うぜ。デミスの効果をよ。効果発動。2000万ポイント払い。破壊。オッケー。マンジュゴットを通常召喚。どうしようか。どうしよう。ルインを出したいんだけど、あ、でもあれか。フィールドのモンスターをリリースし、だから、いやー、そうだな。マンジュゴット。レベル以上になるようにか。こちら辺ってどうなんだろう。これ使ってみるか。破滅の天使ルイン。あ、やべ、ミスった。あれ持ってくの忘れた。儀式。最悪だ、儀式。もう、儀式魔法持ってくの忘れた。このまま終わりそうな気もするけど。あと、300ぐらい。クリッターでもあれだよね。手札に加えるでしょ。2000払ってダイレクトアタックでもいいけどな。いいや。マンジゴット、攻撃。何持ってくる気なんだろうな。ああ、なるほどね。儀式召喚頑張りたいよってことね。お疲れ様です。ビクトリー。
よし。これで。お、デッキもらえる。やったぜ。高等儀式術くれねえかなって思っちゃうけどな。悪の存在たる破滅の女神ルインが世界にもたらすのはいわば時の逆転だ。世界が悪しき文明に、覆われた時、世界の滅びが見えている時、悪の存在はその原因が発生する以前まで世界を戻す。この時の逆転は知的生命が満ちる原初の世界にまで戻る場合もある。こうしてそこに発生する生命が正常の道に進むのを期待し、世界をやり直すのだ。あ、いい人ってこと？これは現世に生きていた者にとって破滅と同義であろう。世界を巻き戻し、そこに生まれた生命の正常の発展を促す。これを繰り返し何度再始動させても、世界が誤った道へと進んでしまう場合はどうなるのか。黒の存在たる終焉の王デミスが真に世界を終わらせるのだ。その力は、世界の根幹を砕き、生きとし生けるもの全てを根絶する。そこに世界があったという痕跡すら残らない、完全なる無である。破滅の女神と終焉の王。悠久の時を過ごし、何度も世界の滅びを目の当たりにする存在の境地はいかがなものであろうか。それは、消えゆく者たちに知りよしもない。いい奴らなのかな。いい奴らではないのかな。ロップ行ってみる？たまにタダで弾けるからね。無理だね。はい。ということで、じゃあここで一旦区切りましょうか。次回、次のやつやっていきましょう。それでは、ご視聴いただきましてありがとうございました。よければ次回もよろしくお願いいたします。メガリスの謎だね。